りじゃない。そういえば食い物持ってきた。ああ待て待て、葉っぱだったんだけどな。引くのも早かったな。飛んで向こう側まで行けるかしら。どうかな。途中で休んだりできないのよ。うん。今までそんなに長く飛んだことある？ずっと水の上を飛んだことはないかな。でも旅だもの。行くわ。え？大丈夫？遠すぎたら戻るんだよ。あ、すごい。なんで水の上にいられるの？なんでって、わしらなんでだろうね。私は飛んで向こうまで行くのよ。おお、向こうまで。え、お嬢ちゃん、そいつはやめた方がいいぞ。え？そうだね。お家はどこ？
あっちのずっと先よ。旅に出たとこよりずっと向こうなの。よし、お家まで送ってあげるよ。お水の上を走ったわ。うん、びっくりした。ブランカ、ママ、どこ行ってたの、こんな遠くまで。心配したじゃない。ごめんなさい。旅をしたのよ。旅？あ、ねえ、私はブランカ。あなたは？ハッチだよ。ミツバチのハッチ。じゃあね、ハッチ。ハッチは水の上を走ったのよ。水の上を？そうよ、飛ぶより早かったのよ。スズメバチ、なんだってそんなもん。おお。あ、
物騒なもん探すやつだな。スズメバチならずっと昔、それこそでっかい群れであっちの方へ飛んでったけどな。ありがとう。おーい、お前さんみたいなうまそうなのが言ったらバレちまうぞ。つもりか。無駄なことしてねえでさっさと食い物よこせ、ノロノロ野郎が。ん？ノロノロじゃないよ。あんだとっかな。僕の名前はクネクネだ。誰が名前だと言った。僕だよ。面白いじゃねえか。わかりました。はい。ったく無駄な手間かけさせやがってこのノロノロ野郎が。違うよ、僕はクネクネだい。ん？まだなんかあんのか。やめろ。ん？ひどいじゃないか。ん？あちゃ、ほっときゃいいのに。うんこ。てめえ、ミツバチだな。ここはお前の来るところじゃねえぜ。そんなこと知らないよ。それより奪ったものを返してあげなよ。ヒーロー気取りかこいつ。俺を怒らせたこと後悔させてやるぜ。逃げるかこら。許さねえ。どこまで逃げる気だ。喧嘩してる最中によそ見するやつがあるか。どうした、もう終わりか。終わりじゃないよ。じゃあ本格的に刻んでやるぜ。じゃねえぞ。たく、とぼけたやつだぜ。危ない、油断しすぎだぜ。今日のところはこのくらいで勘弁しておいてやる。ありがとう。え、助けてくれて。助けたなんて、何が何だかよくわからないうちにこうなっちゃっただけだよ。助けてくれたんだよ。僕はクネクネ。僕はハッチ。俺ポンチョ。にゃ
よろしくね。あのさ、この辺にスズメバチはいるのかい？スズメバチ？君はミツバチじゃないの？ミツバチだよ。じゃあどうしてスズメバチなんか？もしかしたらママが一緒に。君のママスズメバチなの？違うよ。じゃあね。じゃあ。夢か。いつの間に寝ちゃったんだろう。夢じゃないよ。だから何よ。君の頭にいるんだってば。頭の中？上だよ。ん？こんがらがって出られなくなっちゃったんだ。こんがらがって？そう。うわー、誰かいる。髪の毛の中に。だからさっきからそうは言ってるのに。誰？僕はハッチ。ハッチ？そう。ハッチ？やだ、刺さないで。刺さないよ。お礼を言いに来たんだ。お礼？うん。それから綺麗な鳴き声が気になってさ。鳴き声？うん。わけがわかんないわ。もうとにかく助けてよ。やめて。刺さないでよ。だから刺さないよ。今何か触った。僕だよ。触った？うん。これハッチ？ハッチ。刺さない？刺さない。本当だね。ダメ、引っかかっちゃった。もう何やってんのよ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。分かった。待って。もうどうなっちゃうの？じゃあいい？これに捕まれる？え、どれ？何？なんでもない。掴んだよ。
ありがとう。また助けてもらっちゃった。こんな夢見るなんて悲しい。え、どうして？悲しくないよ。じゃなくて夢じゃないよ。夢よ。違うよ。だって夢でなきゃこんなことしたりこんなことしたりできないでしょ。だいたい蜂と話してるなんて夢以外の何者でもないわ。そうなの？そう。しかも悲しい夢だわ。蜂と話してるなんて。どうしたの？寝るの。目を覚ますために。君も寝れば。なんだかわけがわからないよ。もう絡まらないでよ。うん。違うよ、夢じゃないってば。僕は君の泣き声に惹かれてきたんだから。私は泣いていないもの。僕にはちゃんと聞こえたの。もう何すんのよ。え、やだ。大丈夫？大丈夫だけど、何よ。これだよ、これ。え、これで泣いてたの。なんかすごく気になる鳴き声だったんだ。私のハーモニカ。ハーモニカ？泣いてたんじゃないわ、吹いてたの。吹く？ね、サララララララ。すごい、覚えたの？だからスーッと入ってきたんだって。へえ、聞いてた人いたんだ。人じゃないか。え、なんでもないよ。ねえ、聞かせてよ鳴き声。鳴き声じゃないって。あれは誰だい？あれは誰だい？ねえねえ、君の名前は？アミーよ。あなたは？だからハッチだよ。ハッチ？うん。ハチのハッチ。ミツバチのハッチ。ハッチ。へん？こんな夢なら夢でもいいや。夢じゃないよ、夢じゃないよ。ハッチ。アミ。ハッチ。ママ。ハッチ。わきにんこ。ちょっといいかな。仲いいとっちょ。え、フライニュースは当分休館。フライニュース？スーニューイラフ。スズメバチの群れを探してるんだけど、見なかった？自分でです。なんて言われても知らないの。もう情報集めをやめたんだから。あっちからそっち、そっちからこっち。面白いニュースはないかしらって探したところで、ここいらのやつら喜ばねえし、ありがたがらねえし。だよ、誰かのためにブンブン飛び回るのに飽きちまったの。そうなんだ。旦那嘘。休館前に会えてたらね。ありがとう。うとがりや。ん？
喧嘩じゃない。男の勝負だ。はいはい、どうぞ好きに。スキャリおかけなさいよ。ここの子じゃないわね。どこから来たの？スズメバチのことなんか忘れなさいよ。そういうわけにはいかないんだ。こら、ミツバチ、そこで何してんだ？ちょっと失礼じゃない。あんたたち、この子は大事な用があってはるばるここまで来たのよ。大事なも何も、ミツバチなんかにうろつかれたらまたスズメバチの奴らが。ビクトル、あ、ちょっと待って。ありがとう。あんたたち最低。どうした？え？こっちこっち。あ、こんにちは。元気ないじゃないか、坊や。もしかすると、ずいぶん長い旅をしてきたのか。え？わかるの？この辺じゃミツバチは珍しいからな。え？珍しいの？うん、俺は初めて見るな。そう。え？どうした？仲間とはぐれたのか？はぐれたっていうか。ん？じゃあスズメバチは？え、あ、何？スズメバチは見た？あ、いや、俺は幸い見ていないが、この辺には来るらしいから気をつけないとな。いるんだ！いるんだって、おいおい、何喜んでるんだ。探してるんだ。ね、どこに行けば会えるのかな。会えるのかなって、ちょっと待ちなさい。足踏み外しちゃった。もう坊やがスズメバチなんかに会ったら一口でペロリと食べられちまうぞ。そうそう、そういうこと。ミツバチはスズメバチの大好物でありますからな。確かハッチでありましたな。昨日の活躍はポンチョや仲間から。ん？こら、そんなもん持って上がってくるな。うぎ、何やってるの。これで遊ぶなって言ってるでしょ。と、でまあハッチの勇気には感心するばかりでありますがね。スズメバチはいけません。ミンミンの言う通り。あ、こちらはミンミン。どうも。私はアリコン。無茶な考えおやめなさいでありますね。でも会いたいんだ。一体なんだってそんな。ママが。だからスズメバチに会って確かめたいんだ。もしもママがいたら助けなくちゃ。何しようとしてたんでありましたぜってかな。待って、どこに行けばスズメバチに会える？いや、会っても無駄でありますぜっていうか、ママはスズメバチのところにいないと思うっていうか、いるはずありませんぜってねえ。どうして？どうしてってなあ。ミー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 。あら、究極の聞こえない振り攻撃でありますねって。ねえ、そりゃどう考えてもね、ミツバチとスズメバチが一緒にいるなんてありえないでしょうですぜ。そうそう、そりゃもう私たちアリがアリ地獄と一緒に暮らしてるようなもんでありますからぜってなあ。ミー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 。あら、もはやムシムシって感じ。いや、つまりミツバチのママならミツバチたちと一緒にいるのが当たり前ってことでありますな。でもミツバチはいないんだよね。もう本当に見なくなりました。ミツバチはどこに行ってしまったんでありましょうかって。はっ、
ハッチよ、君は勇気あるミツバチであります。私アリコンなんかこんなこと言えた柄じゃありますがよ、ママを探さない勇気ってのもあるんじゃないかと思うんでありますがね。会いたいんだ。会えます、信じるのです。じゃあきっと会えるよ。会いたいと思い続けていればいつかきっと。俺も実はどうしても会いたい奴がいるからこうしてずっと泣いてんだ。本当に？ああ。誰に会いたいの？え、それ聞く？つまり大きい声じゃ言えないが、その愛しの君だな。愛しの君？とにかく会いたい会いたい会いたいって思い続けないとな。みみ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 、ありがとう。あ、だけどな、スズメバチはやめとけ。今来られたら俺も困る。え、そういうこと。あえてスズメバチの巣をつつくような真似をすることはありませんぜって。うん、ありがとう。聞かせて。あんまりそばに寄りすぎるとかえってハッチの顔がよく見えないの。んよかった。え、何が？また会えた。うん、ここ眺めいいでしょ。ずっと遠くまで見えるの。ハッチのこと探そうと思ったんだけど、どこを探したらいいか分かんなくて、ここならいっぱい見渡せるからと思って来たんだけど、見つけられるわけないよね。でもね、ずっとハーモニカ吹いてたの。ハッチに会いたい、ハッチに会いたいって思いながら。ハッチ？
どうしたの？蜂も泣くんだ。僕、泣いてる？うん、涙がいっぱい。大丈夫？嬉しいのか、悲しいのか、よくわからないんだよ。そう、なんとなくわかる。何が？ハッチの気持ちだよ。そうなの？そう。何？え？僕の気持ち。お腹が空いた。え？じゃーん。なにこれ？いい匂い。一緒に食べようと思って持ってきたんだ。一緒に？はい、どうぞ。どうするの？あんやむ。わーお。おいしい。あお。でしょ？ごめん。え？僕、なんかした？何にもしてないよ。どうして？喧嘩したの？え？なんで？だって喧嘩なんかしないよ。よく知らないもの。よく知らない？まだ来たばっかりだから、みんなのこと知らないの。来たばっかり？うん。じゃあ僕と同じだ。同じ？僕もここには来たばかりなの。ふーん、どこから来たの？ふーん、何しに来たの？ママを探しに。よし、それで最後だな。うん、がっつりいただいた。でもこんなにでかいもん入らねえぞ。どっか隠しとこうぜ。どこに？なんでアミーだけハッチと話ができるんだろう。アミーだけ？不思議でしょ。うん。さっきのこと話できた？うん、怖いだけだったね。まあいいや。さて、アミーのお家はどこでしょう？アミーのお家？そう、住んでるところ。見えるの？うん、ここからならよーく見えるよ。あ、今明かりがついた。明かりがついたってことは？
明かりがついたってことは？ママが帰って…ママが帰って、そうだ、一緒にハッチのママを探そう。アミーが？そうしよう、せっかくハッチと出会えたんだもん、手伝いたい。だけど、もしかしたらスズメバチが。一人より二人だよ。じゃなくて、一匹と一人か。一緒がいいってこと。アミーはハッチがママに会えたらいいなって思う。絶対に会ってほしい。はい、約束。約束？明日のお昼、ここで待ち合わせ。一緒にハッチのママを探す。約束？あら？すまんすまん、引っかかっちったか、わしのおしっこだ。おしっこ？はぁ、どうしちゃったの、ミンミン。ああ、なに？なにって、昨日と全然違うよ。ああ、わしゃみんなよりじいさんになるの早いのな。早いって言ったって、僕、蜜を集めてくる。ああ、待って待って待って、大丈夫？すまんすまん、なんか力も抜けてきたな。だから、いやいや、今さら蜂蜜で勢力つけてもね。だけど、会いたい相手には会えたの？んーや。じゃあ、やっぱり元気出さないとダメだよ。いや、いいのいいの。よくないよ。じゃあ、会えるまで僕が抑えててあげる。そんなことしなくていいって。大丈夫だから。それよりハッチはママ探ししなさい。おお、そうだ。ハッチ、昨日の夕方、通りすがりの塩辛トンボがミツバチを見たと言っとったぞ。あっちから来て、あっちへ飛んでったからミツバチがいるのはあっちだぞ。ミツバチが？だから早く行きなさい。ママに会えるかもしれないぞ。わかった。でも、ミミも頑張って。頑張って、会いたい会いたいって泣き続けてよ。僕抑えてる。だからもういいって。ダメだよ。会いたい会いたいって思い続ければ、きっと会えるって言ったじゃない。いや、こういうこともあんのよ。わし、不細工だし、しょうがないのね。しょうがなくないよ。いつまでグダグダやってんだい。こっちはさっきからずっと待ってんだよ。って、お迎えも来とるし。お迎えじゃないよ。しっかり捕まってて。こんなことして、ミンミンが落ちたらどうすんのさ。落ちたら？そんなの食べるに決まってるじゃない。私は毒もんよ。ミミはまだ会いたい相手と会ってないんだ。邪魔はさせないぞ。あらまあ、それじゃしょうがないわね。どうしましょう。まずいよ。それじゃあんたからいただくことにするわ。かわいいわね。なんだろうね、この子は。僕だってママと会わなくちゃいけないんだ。だからしょうがないこともあるって言ってんでしょ。糸使いすぎちゃった。突撃ミンミン。
なんだでしょ。楽しかったけどね、ミント。ミミ、さらば愛しの君よ、あとよろしく。まったく、なんて手間かけさせてくれるんだい。うわやめろ。どこまでもわからない子だね。こいつが自分でしょうがないと言ったね。しょう。ミミはママに会えるとも言ってくれたんだ。ドクモが正しいぜ。ここにはお前のようなやつはいらねえんだ。いらない。わからなきゃ教えてやるぜ。カマキチ、いつもより怖いよ。そのちっちゃな体に叩き込んでやるぜ。この間の異性はどこ行った。やめて。くねくね、食べ物あげるから。蓄えてる食べ物全部あげるから、もうやめて、お願い、はあ、お願い。じゃがめしめい。え、まあ、あっ、はい、あ、どうしたの。カマキチがハッチをボカボカ。え、ハッチ無事だったの。ミンミンのおかげでね。何、どういうこと。ビクトル、クーガ、何があったの。何よあんたたち、ずっと見てたんでしょ。ぐだぐだうるせんだよ。俺はこいつにみんなの言いたいことを教えてたんだよ。何よ言いたいことって。てめえの胸に聞きやがれ。あんたたち邪魔よ。お最低。ハッチ、ハッチ、ハッチ、無駄くその悪い奴らだぜ。ハッチ、ハッチ、ハッチ。こんなことしてもしょうがないだろう。ほっといてないでしょ。ドクモにやられそうな時はほっといたじゃないか。それとこれとは別よ。どこが別なんだ。私にもよくわかんないわ。ああ、だいたいあのミツバチがどうかしてるんだよ。ミンミンだってよ。もううるさいわね。あんたたちどっか行ってなさいよ。あんたたち、つうかそこ俺んちなんですけど。見ての通り満員よ。くねくね。え、葉っぱがなくなっちゃう。あ、俺なんか持ってくるか。おい、やめてくれよ。雨どうすんだよ。おお、びしょ濡れだ。つうか、なんでお前がここにいるんだよ。え、一緒にクーガのとこ行けば。うわあ、うわあ、
家だよ、俺ん家。なんで？カマキチに襲われて怪我したの。そうか、助けてくれたの。助けたっていうか、誰も助けたわけじゃ。ありがとう。あ、いけない。え、なになに、どうしたの？行かなくちゃ。ちょっと待って、どこへ行く気？約束したんだ。約束って何？行くって。わからないわ。だけどとにかく外は雨よ。ミツバチのあなたが、しかもそんな怪我してて、どこへも行けるわけないでしょ。でも行かなくちゃ。でもあなたって一体全体どういうの？いいわ、わかった。ビクトル、連れてってあげて。え、俺？なんで俺なんだよ。子守がお似合いだぜ。つうか、なんでお前がいるんだ。ここでいいんだな。うん、うん、ありがとう。一つ言っておく、ここにはお前のママがいるとは思えない。それからスズメバチを探そうなんてこともやめることだ。カマキチはドクモの日じゃないぜ。元気になったら出て行きな。アーバよ。アミでかくて甘いのがよく取れんだよ。これアミーのドーナツだよ。アミー？うん、多分置いてったんだ。置いてった？うん、ドクが来なかったから。ほう、ま、つまりこれは置き土産ってことだな。置き土産？おう、蜜を使うと美味しいよ。じゃあアミーってやつによろしくな。約束なんてできるわけない。アミー
まさかあんたたちは喋らないわよね。僕はクネクネだよ。私はニョロリ。よろしくね。アミーね。あ、そっか、アミーなんだ。ハッチと仲良しの。そうでしょ。はね、怪我をしてて行けなかったんだよ。怪我？じゃないや、怪我をしていたのに行ったんだよ。え？ねえねえ、これ吹いて聞かせてよ。え？聞かせてよ。またあの声を聞きたいよ。また？俺たちすっかり気に入った。また聞きたいと思ってた。ドーナツはどこだ？え？早いとこ持って帰りたいな。ごめん。アミ、ハッチはいいよな、飛べるから。あ、俺も。俺も跳ねないからね。つまりね、飛べないのね。ごめん。着地って、ドーナツのお土産あんだよね。え？びっくりした。トンボさん。ん？わっとびっくり。今度は何？行かないで。え？あんた誰？アミ。
捕まるのはごめんだよ。捕まえないわ。ドーナツあげる。おっと、その手は食わないもんね。食べたくなければいいけど。え？何？ちょっと。ん？もう少しここにいてよ。はぐ。塩辛トンボさん。あ、雨。あれ、トンタ。乗れっていうほどじゃなかったし、ママらしきミツバチには合わなかったよ。うん、それでもいいんだ。ミツバチに会えるなんて、それだけですごいんだよ。じゃあここでね、俺はあっちへ行きたいからさ。うん。あそこの、あそこの、こっち側だよ。迷わないでね。うん、ありがとう。じゃねん。もうすぐママに会えるかもね。うん。あ、何？助けを呼んでる。え？ハッチ。やれ、やれ、やれ！だらしねえぞ、そんなチビ相手に。ヘタクソ。うるせえ。優しくしてやってんだよ。なんだ？めめ、おい。や、やめろ。ミツバチ。兄貴、うっせえ、言われんでも見えとるわ。大当たりだぜ。探したぜ、どこに隠れてやがった。どこにも隠れてなんかいないよ。威勢がいいじゃねえか。生け捕りだ。ハッチ、中にいるの？アミ、逃げて。ハッチ、おたまたすんな。行くぞ。やさに小さがしがいや。アミ、スズメバチたちが逃げて。早く。休館中、誰も気にしないし。だから、これは完全に狙ってる。母ちゃんを探してたの。ママを？うん、でも見つからないんだ。え？父に帰ったんだって。カマキチおじちゃんが言ってた。あ、こっちこっち。フライディアス、フライディアス、スズメバチの襲撃だ。フライニュース、フライニュース。ほら、行くよ。フライニュース、フライニュース。スズメバチだって。行けない。ピコは？お、スズメバチの襲撃だ。やろう。ピコ、ピコ来たわ。あんなにたくさん。ハッチは無事旅立ったのかしら。さあ、早く隠れましょう。おっしゃ。なんだ、虫子一匹ユースで。こっちだよ。くねくね、先行って。
けたぜ。逃げて。くねくね。綺麗になってね。ニョロリ。やった。一つじゃしょうがない。漏らす漏らせ。ああ面白くねえ。なんてこって、どいつもこいつもほじり出してやる。さっきのミツバチはどこ行きやがったんだ。カモキチおじちゃん、テビがどこ行って、お前か。うちのチビに何をしやがった。違うよ、カマキチおじちゃん。父ちゃんと呼べって言ってあるだろ。違うんだ、行けば。いいんだ、じゃあね。ハチ、どうしたの。なんでもない。お前は助けてくれたんだよ、うん、スズメバチに追っかけられて死んじゃうかと思ったんだ。でもミツバチのお兄ちゃんが抱っこしてくれて逃げたんだよ。みんな無事だったかしら。文太が早く知らせてくれたからな。くねくね、ニョロリ、くねくね、ニョロリ、こら、どけろでありますの。誰？アリコンであります。この玉の下。ああ、ニョロリ、くねくねは、なんだいこのゴミは。今日の収穫で。これっぽっちかい。いや、こいつはともかく、ついにミツバチを発見しました。本当かい。はい。そうかい。てめえはここでおとなしくしてな。 おやめなさい、乱暴は。うるせえ。いつまでもそんなでかい態度が取れると思うなよ。お前がいくら黙っていたって我慢できねえガキどもがうろうろし始めた。あ、逃げる力。そいつを捕まえろ。結局ゴミになっちまったか。ハチ、何？昨日はうまくいったからよかったけど。え？暗いニュース、暗いニュース。事件だよ、事件。ブンタ、また始めたの？そう、ハチのおかげ。え、僕の？そう、多分ね、なんかそんな気になったの。だけどね、いいニュースばかりじゃない。暗い、辛い、暗いニュースもある。昨日スズメバチがゴソッと来てね、クネクネが連れてかれちゃった。クネクネがスズメバチに、もう少し早くフライニュースしてれば。みんなは、え、何？ハッチ、ママを探しに行くんでしょ。クネクネがさらわれちゃったんだ。ハッチ、どうして。ニョロリ、どこ？ハッチ、ポンチョ、クネクネが連れてかれちゃった。うん、
ニョロリはショックで殻に閉じこもっちゃったでありますね。殻に？スズメバチはどこへ帰ったの？ね、クネクネを助けに行かなくちゃ。なんと！ブンタは知らないの？スズメバチのお家。いやは、また余計なことを言い出したか。ミンミンの言葉を忘れたのか。クネクネはかわいそうだけどしょうがないんだ。しょうがなくないよ。クネクネは友達なんだ。そんなことは関係ない。相手はスズメバチだ。諦めるしかない。それに奴らミツバチを探してた。お前のことじゃない。ハッチ、口は悪いけどビクトルの言う通りよ。これは仕方のないことだわ。仕方なくないよ。まったく、どこまでもわからない坊やだね。あん時あたしに食われときゃよかったのに。やつら俺たちの何倍もいる。いい加減に分かれ。助けるどころかこっちがやられちまうんだ。だけどなんとかしなくちゃ。そんなにくたばっちまいたいなら俺が道案内してやるぜ。たまっち、あんた何を言ってるの。うるせえ。いくら言ってもわからねえやつはその身でわからせるしかねえんだよ。そういう問題じゃないわ。ハッチ、僕はクネクネを助けたいんだ。ハッチ、くねくね。アミ、すごいんだよ。え？ハッチに知らせなくちゃ。どうしたの？あのね、スズメバチの後ろにミツバチの女王様が閉じ込められていたの。ミツバチの？うん、きっとハッチのママだよ。僕わかったんだ。ハッチのママ？うん。だけど僕もう動かなくなりそうだ。え？アミ、お願いがあるんだけど。なに？僕を水のかからない葉っぱの上に乗せて。うん、ありがとう。くねくね、僕は無事だとみんなに伝えて。無事？くねくね。ホタルさん、ニョロリ、アリさんは？ハッチ、私の声が聞こえる？私はアミ、ハッチはどこ？僕はポンチョ、ハッチはクネクネを助けに行ったの。やっぱりスズメバチのところに行ったのね。うん、クネクネは無事よ。え？なんと！なんでお前が知ってるんだ？川を流れてきたの。ハッチのやつ無駄足だったな。何言ってるの？急いで連れ戻さなくちゃ。あの勢いじゃもう追いつかねえ。今頃やられてるさ。ハッチだけなんだ。クネクネはみんなの友達なんでしょ？どうしてハッチだけ行かせたの？どうしてもどうしても止めたの。危険だから。クネクネのことは仕方ないって。だけどハッチは、ハッチはそんな簡単に負けないわ。スズメバチの巣はどこにあるの？え？なぜ聞くの？スズメバチの後ろにハッチのママがいるってクネクネが教えてくれたの。ハッチのママが？だけどどうするの？私はハッチのママを一緒に探すって約束したの。だから行く。
約束やめとけ。いくらお前がでかくてもあいつらにはかなわねえ。教えてくれなくてもいいわ。くねくねの流れてきた川をたどっていけばきっと着く。どうなってんだ一体。変なやつばかりだぜ。変はあんたよ。え？一緒に来たこいつ。の仲間が来るかもしれない。うん、暗いニュース。熱い。なんだ、どうした？ハッチとカマキチが。ハッチとカマキチが？ハッチとカマキチは倒れたまま。言わんこっちゃない。初めから分かってたことだぜ。ビクトル。ん？あなた、スズメバチは私たちの何倍もいるって言ってたわよね。うん。カマキチ。ああ、どうして僕の。ざまねえな。ま、もうしばらくしたら続きを教えてやるよ。え、世の中ってやつをな。うわっ。あの城に囚われているんです。しかし正面から言っては叶うはずがありません。そういうこった。オケラッタたちの力を借りて侵入路は作ったのですが、女王が捕らえられている場所は分かりません。怪しいのはここです。ですが中にはスズメバチがいっぱいです。助け出して脱出するのは。できる限り外へおびき出しちまえばいいってことだろ、カマキチ。チビどもの食いもんたっぷり用意してもらうぜ。食い盛りなんでな。おりゃ、来てやったぜ。まだ勝負はついちゃいねえぜ、スズメバチども。え、またさっきの。あれはミツバチだ。おとりに寄せられてきたぞ。ミツバチだ。ミツバチが現れたぞ。やれるもんならやってみやがれ。行くぜ。もしも女王がいても声を上げてはいけません。飛んで火にいるミツバチどもが甘いんだよ。あれは薬莢姉妹。
チのママを助けに来たのよ。え？人の城に土足で。いただくわよ。ミロ、てめえんちが崩れるぜ。早く外見せないと崩れるでありますね。女王もあの中だ。あの残骸は動かせねえ。アミ！クネクネに聞いたんだ。ハッチのママがいるって。クネクネに？あの中にママがいるんだよね。アミ！流されちゃったら大変だよ。ハッチ。何？うまく言えないや。必ず助けるから。アミ。やべえ、地上にあった。こりゃダメかもしれないでありますよ。こやつらから聞いた。え？まさか敵につけられるとは。礼は言っておく。あれ？
だが忘れるな。そもそも我々をこんなゴミただに置いてない。お前たちご無事で。ママ、聞こえてる？アミーだよ。アミー、アミー、会えたよ。ママに会えたよ。何？どうしちゃったの？ねえアミー、変だよ。くねくねだ。
人はニュロリなんだ。どうしちゃったのアミ。この胸に詰まった思い抱きしめて、広い大空にこの声はいつか届くはず。諦めないと決めた思い信じて今日も歩いて行くよ。勇気をくれた君の言葉、心に深く刻み込んで、どんなに遠く消えた。